つ森。お帰りなさいませご主人様ふんふん。メイドチャチャマルの撮影会が行われています。ただ普段着ないメイド服への羞恥心でしょうか、このピエン顔、チェキの撮影にも慣れていない様子です。口をギュッと固く閉じて、この時間が終わるのを待つエビマヨマトン。エプロンからはパンプアップされた上腕二頭筋を覗いています。筋肉かけるメイド、新しいジャンルを切り開いてしまうのか。カメラのシャッター音が止まりません。これは売れそうだな。もあつ森。ポケモン GO が社会現象となった2016年夏の様子です。ここはピカチュウの巣、新宿御苑でしょうか。スマホを片手に多くの人が公園に集まっています。中にはおばあちゃんの姿もあります。老若男女関係なく楽しめるのがポケモン GO のいいところ。ただこの時代の流れについていけていないというのがお嬢様、港区女子みすずです。下界ではなく庶民の人たちの遊びが理解できません。ただハマったらすぐに課金をしそうです。衝撃の瞬間に出くわしたという女の子、目の前には幽霊、すかさずここは撮影していきました。 Twitter でも TikTok でもこれはバズ確定でしょう。いいねの通知でロック画面が溢れることは間違いなし。今度は後方から写真を撮っていきました。信憑性を持たせるために何枚も写真を撮っていく。幽霊ゆうたろう、幽霊としての威厳は全く持ってなくなってしまいました。承認欲求の出しとなっています。リラックス効果のある水族館の BGM でヨガをする動物の森のノンプレイヤーキャラクターたち。メインであろうとサブであろうと整えることが重要になってきます。ポーズを変えて足を肩幅に開いて腹斜筋に効かせる動きです。若干しずえさんの頭が壁にめり込んではいますが、頭の物理ダメージ以上に体の内側から回復しているということが確認できます。言っていることがよくわかりません。足元のクラゲもまた神秘的な雰囲気を演出する一助となっています。さらには体勢を変えて今度は反対側に効かせていく。この光景一生見ていられそうです。あつ森。家を出たそのすぐ近くにいたのはハムスターの雪見です。名前を呼びながらぐるっと家の周りを一周しながら近寄ってきます。人前を横切るのは失礼という教えでしょうか。育ちの良さを感じることができます。この笑顔、たまらず声をかけてきました。プレゼントがあるということなんですが、後ろには変態がいます。いい人もいればやばい人もいる。この辺りで島のバランスが取られています。あつ森。秋の夕暮れに純白のイケメンリス、これ以上にエモいシチュエーションはあるでしょうか。ベンチに座っていますが、その隣若干空いている気がします。ここは勇気を持って近づいて声をかけていきました。ここで隣に座るかいと誘われましたが、ド S です。座ることができません。遠慮はいらないとさらにもう一押し。これがイケメンのやり口でしょうか。ただここで引いては相手の思うツボ、真正面に座ってみせました。できる女です。あつ森。斧を持っての準備運動、狩りの前の準備、一狩り行こうぜモンスターハンターです。敵対する相手はチャチャブロス、こちらの味方は犬と猿、キジは首になりました。秋の夜長に黄昏るピエン執事ですが、後ろの脅威に全く気づく様子がありません。この鈍感さが吉と出るか凶と出るか、決戦はもう間もなく始まろうとしています。あつ森。大人気ミュージシャンの不人気トタケケライブ、とうとう幻覚が見えるようになりました。観客全員がトタケケです。悪い夢でも見ているんでしょうか。かなり精神的に疲れていることが確認できます。もはやトタケケの理想郷といっても過言ではないんですが、夢の中でさえも何人かは荒ぶっています。理想と現実が入り混じっています。まさにカオス。しかしこうした状況は慣れっこです。周りの様子がどうであれしっかりと歌い切る、このあたりにプロ根性を垣間見ることができます。コンサート中の自撮り、もはや失礼としか言いようがありません。しかしブレません。だんだん悲しくなってきました。